国際会議で座ったまま他国要人に挨拶する総理。他国の要人がわざわざ総理の席まで挨拶に来る中、総理は携帯を一人でいじりながら座ったまま挨拶していた。アメリカ大統領が面会を拒否するのも頷ける決して良いとは言えない他国要人との接し方である。国内では国民民主党がガソリン税を下げるよう要請しているのにもかかわらず、増税という言葉を使わなくていいようにガソリンの補助金を減らすことで間接的に増税を行おうとするような総理だ。何に関しても積極性と礼儀に欠ける。こんな総理のままで参議院選挙まで待っていいのか。過半数を切っている与党が国民や令和の要請をすぐに飲まない場合、すぐにでも不信任決議案を通すべきだと思う。皆さんはどう思いますか？